い、皆さんこんにちは。エアソフト97秋葉店です。本日はですね、G&G ARP9 のご紹介になります。よろしくお願いいたします。こちらの全長はストックを折りたたんだ状態で約50センチ、ストックを伸ばすと59センチ、重さは2000グラム。はい、箱の中には本体と300円の多段マガジン、そしてクリーニングロット、G&G 本社の所属証明書、ARP9 のカタログ、さらには G&G の製品のカタログの方が付いております。はい、先端の専用ハイダーは14ミリが記念仕様となっており、ハンドガードはですね、 M-ROCK 仕様の金属製ハンドガードとなっております。アルマイト処理されているので丈夫ですね。レシーバーはこの ARP9 特徴の9ミリ専用レシーバー、さらにですね、ブロックのマガジンを模したロングマガジンの方が付属します。そしてストレートのカスタムトリガーガードを仕様になっております。フロントサイトは金属製のフィリップアップ式になっており、リアサイトも一緒ですね。で、チャージングハンドラー見た通りアーム仕様になっており、新型のチャンバーが採用されており、ホップ調整がとても楽になってます。専用のグリップは大変細く、女性でもしっかり握れやすくなっております。 ETU 搭載、電子トリガーならではのキレの良さが売りです。セレクターはセーフティー、セミ、そしてフルオート。 ETU 搭載なのでセミオートを打って待つこと10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3点バーストいきます。バッテリーはですね、ストックを外していただいて、こちらのキャップですね、これを取ると、はい、バッテリースペースにアクセスすることができます。配線を上手に入れれば 2000mm のミニ S タイプバッテリーが収納可能となっております。はい、本日は G&G ARP9 のご紹介でした、はい、軽くて短くて高性能、まさにね、ゲーム向けの一丁になってるんじゃないかなと思います。はい、カスミンも買ってよ。マジっすか。マジですよ。こちらですね、実物は、エアソフト97秋葉店の方で実際にご覧になることができますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。遊びに来てね。またね。バイバイ。